高知県立高知工業高等学校は、高知県高知市桟橋通り2丁目に所在する、公立の工業高等学校。また、制服の襟左側などには、KTHS と呼ばれる、高知テクニカルハイスクールの頭文字を取ったものが、使用されることがある。高知県内での非公式の略称は、工業、高知工業、高知工である。また、内部的には卒業後の進路として、 就職を選択する者を就職組もしくはアホ、進学を選択する者を進学組もしくはアフと呼ぶ場合が多々ある。昔ギリシャの商工業の神で頼もしくて優しい美男子マーキュリーは常に杖を手に持ち手放したことがありませんでした。その杖の長短を取り我が高知工業高校の象徴である交渉としています。この交渉は 急降下の歌詞にも、火頭、湖、両翼とありますように、中央上端は火を、その下は水を、左右両方には翼を示しています。火と水とは、工業のもとをなすもので、切っても切れない密接な関係にあります。そして偉大な翼は、世界を飛躍すべき、たくましい翼で、世界の果てまでも遊戯し、工業を大いに発展させるべき重大な意義があるのです。また、 中央下端にはポツンとしたものがありますが、これは失敗ではなく、これも重大な意義を持っています。制服の胸や襟についている交渉は、マーキュリーの杖の頭を切り取ったもので、まだ下に杖があるということを示すために、このポツンとしたものを少しつけているのです。どうしてこの杖にこだわるのかというと、実は彼の杖には次のような神話が語られているからです。すなわち、 つえは協調の意味を示すものなのです。つまり、共に助け合い励まし合って、高知工業高校を発展進歩させなければならないという偉大な意義がこれには含まれているのです。本校の入学にあたっての入学試験等は、県下公立高校統一の方式で行うものとする。入学試験期間中の日程や人数は以下の通りとなる。本校の以下の学科の受験が可能。 以上、計280名の募集を行う。A 日程の受験において定員を満たしていない、全日制課程の学科が再度募集を行う。また、以下の定時制課程の募集も同時に行う。以上、計160名の募集を行う。B 日程の受験において定員を満たしていない、定時制課程の学科が再度募集を行う。全日制課程の募集は B 日程までとなる。 内は、校内でのアルファベット表記及びカタカナ表記。テストなどで学年とクラスの記載が必要になった、際の表記方法は、複数通りある。例として1年機械化の場合、1M、1期、1から1という表記になる。全日制家庭に設置している学科は、以下の通りとなっている。専門学科進学コース全日制家庭には2年次と3年次に、 進学に特化した進学コースが設けられている。これらのコースは自分の専門学科に所属した状態で選択することが可能となっているため、教室は別だが、卒業は所属学科卒という表記になる。コース種類所属にあたっての手続き一年時は原則専門学科での授業を受けることになる。一年次後半になると二年次より、 進学コース I 型への所属を確認する資料を配布され、生徒親共に了承すれば2年次より、進学コース I 型への所属が可能となる。2年次後半になると3年次より、進学コース2型への所属を確認する資料を配布され、生徒親共に了承すれば3年次より、進学コース2型への所属が可能となる。コースへの編入には一定の学力が要求され、 生徒の希望、過去の成績等、教職員で構成される、選考委員会での選考等といった要素、事柄をクリアした生徒が強化される。ホーム数の状態の変化1年時は、機械化、電気化、情報技術化、工業科学化、土木化、建築化、総合デザイン化の計7ホームで構成される。2年時より上の7ホームに加え、 進学コース I 型のホームが加わるため、7ホームプラス1ホームで、計8ホームとなる。3年次より上の8ホームに加え、進学コース2型のホームが加わるため、8ホームプラス1ホームで、計9ホームとなる。進学コースのシステム進学コースでは、通常の専門学科所属時に必要となる資格の授業時間や専門教科の授業時間を可能な限り削減し、 それによって生まれる時間を普通教科の授業時間に割り当てる。これにより、普通科高校と同じレベルの授業時間を獲得し、大学進学希望者の普通教科の学力向上を目指すシステムとなっている。進学コースの注意事項進学コースでは、専門教科の授業時間を削減するため、通常の専門学科所属時に取得できる資格等に影響が出る。 本校は一部の団体から認定を受けて、資格指導を行っているものが存在する。それらの資格は、通常の専門学科を卒業した場合に一部の、試験内容が免除になるなどの優遇措置がある。しかし、進学コース所属となると、専門教科の授業時間数不足となり、資格の免除が受けられなくなる。定時制課程に設置している学科は、以下の通りとなっている。 専門学科専修コース本校は、以下の学校内組織を置く。学校運営の全般を行っている組織。学校の学習環境や、校舎の実施、成績等の管理を行っている組織。生徒同士の人権に関わる問題の解決や、人権学習などを企画する組織。学校内外での飛行や、歩道生徒の指導や、頭髪検査。 制服の着こなしチェックなどの拘束に基づいた取締り全般を行う組織。卒業後の進路や在学中の就職、進学の扱いについてを参照。卒業後の進路や在学中の就職、進学の扱いについてを参照。名前の通りいろいろな分野で企画をしたり、情報技術に関すること全般を行う組織。学校の証明書類の発行や学校運営を 第三者的に確認する組織。本校に所属する学生による組織。生徒指導部参加の組織となっており、上の各部への意見などを生徒代表として提出ができる。役員は選挙によって在学中の生徒より選出される。生徒会には以下の役員がある。本校同窓会はかなり大規模な同窓会となっており、各地方に支部を持つ、以下の部が存在している。 この他に同窓会を支えている共産各社の方々がいらっしゃいます。本校の各学科には特徴的なカラーが指定されており、以下の通りとなっている。体育祭などは以下のカラーが使用される。本校では、進学者と就職者では、進学先の学校と協議するのと、就職先企業と協議するとでは、扱いが違いすぎるために、 学校組織として、進学指導部、進路指導部の二つに分かれている。以下は各部の説明である。進路指導部では主に就職に関する業務を行っている。生徒が希望している企業に就職できるように生徒や保護者、法務主任などと話し合い、求人票の確保、勉強の方法の説明、就職先の案内、就職試験対策方法などを工業高校の 歴史の上でデータベース化された各企業の受験データや各個人の生徒の特徴などを把握し個人での話し合いの場や放課後などに対策の説明会などを大会議室で行ってくれフォローしてくれる学校内の組織である。進路指導部には基本的に教員の方がいるので空いた時間に相談しに行くことが可能となっておりかなりオープンな組織である。 進学指導部では主に進学に関する業務を行っている。生徒の希望する大学、短大、専門学校などに進学できるように生徒や保護者、法務主任などと話し合い、大学入学共通テストの対策方法、一般選抜の対策方法、学校推薦型選抜の調節や説明、総合型選抜の説明など、 各年度にあった進学の受験対策を行ってくれる。個人での話し合いの場や放課後などに対策の説明会などを大会議室で行ってくれ、フォローしてくれる学校内の組織である。こちらの進路指導部にも基本的に教員の方がいるので空いた時間に相談しに行くことが可能となっており、かなりオープンな組織である。卒業後の進路は大きく分けると就職と進学がある。 就職では学校に届いている求人票に合わせて企業を受験することが可能となっている。求人票は県外大企業や県外大企業から中小企業まである。また企業への就職に限らず警察や自衛隊、地方公共団体などの公務員や国家公務員への進路もある。しかし注意として求人票は全ての学科対象ではなく、 学科単位で送られてくるので別の学科にはあるのに自分の所属している学科には求人票がない場合がある。その場合は進路指導部に尋ねてみると良い。全学科共通のものだと各学科特有の技術を必要としない部門や企業から来る。例として県内や県外の大手鉄道会社の運輸部門などがある。進学では県内の大学や専門学校、 県外の大学や専門学校に進学することができる。しかし、工業高校のため、進学コースに所属していないと、一般入試などは難しいため、指定校推薦で受ける場合が多い。本校は、以下の行事を1年を通じて行っている。以下が、行事一覧となっている。文化祭では、各学科が1から3つほどのブースを出し、 工業高校だからこそできるミニゲームやものづくりを体験できる。現在は飲食物の販売はされていないが、今後どうなるかはまだ未定となっている。また、生徒会が主体となって文化祭を運営しており、毎回正門での男装女装コンテストや喉自慢などを行っている。毎年1000人を超える来場者があり、2日間に分けて行われる。体育祭では、 普通科高校とは違い、学科によって色分けされている。色に関しては上のスクールカラーを参照。本校の体育祭では超巨大なパネルを各学科掲示しており、名物となっている。パネルには各学科にちなんだ絵が描かれており、体育祭を盛り上げている。現在体育祭は土木科がかなりの間、勝ち続けており、 毎年他の学科が土木化の連勝記録を打ち消そうと奮闘している。本校は以下の部活動が存在しており、ソフトボール部などは日本代表選手の方々が所属しており、アジア大会を勝ち進み世界大会にまで進んでいます。その他の部活動も高知県内でもバスケットボール部やサッカー部などの競合の部活動が存在しています。その他にも、 高知工業ならではの部活動や、全員が初心者などの部活動もあり、いろいろな選択肢があります。しかし、サッカー部など人数が70人近い部活動などもあり、年度によって偏りがあります。ありがとうございます。